できたよ。はい、すぐは特製シチュー。ささ、冷めないうちにどうぞ。あ、見た目はうまそうに見えるな。少なくともあの時みたいな悲惨な何かじゃない。もうそんな緊張しないでも大丈夫だって。現実でのスキル枠はちゃんとお料理に回してるんだから。じゃあいただきます。ん？どうかな。うまいでしょ。ほら見なさい。うん、うまいよこれ。本当に上手なんだな。びっくりしたよ。そりゃあ私だって年頃の女の子ですから、お料理くらいたしなまないとね。ほらほら、あんしてあげる。いいって、食べにくいだろ。まあまあ、そう言わないでよ。しょうがないな。はい、もう一口。あーん。あーん。うちでこうしてお兄ちゃんと一緒にいられることがこんなに幸せだったなんて前までは考えもしなかった。失ってからじゃないとこういうことに気がつけないんだよね。すげえ心配かけたな。本当だよ、まったくもう。だからこれからは一緒にいられなかった2年分を一気に取り返すんだからね。はい、あーん。あーん、うん。こんなことしてもう十分に2年分を取り返せたんじゃないか。何言ってるの、こんなもんじゃ全然終わりません。このままじゃ俺半年後には10キロ以上体重が増えそうだな。お兄ちゃんは細すぎだからそのくらい増えた方がいいよ。あのな、しかしなんだかまだ慣れないな。ん？何が？リーファの姿には馴染んでたんだけどな。俺の中のスグハは2年前のままだったから。びっくりした？それともドキドキした？さあどうかな。もうお兄ちゃんって肝心な時はすぐにはぐらかすんだから。でも中身はすぐ肌ってすぐわかる。なんかそれひどい。これが私だよ、本当の私。桐ヶ谷和人のたった一人の妹。近い、分かったから。早くこっちの私にも慣れてね。はい、あーん。あーん。もういっちょ、あーん。あーん。お兄ちゃん、大好き。慌てすぎだよお兄ちゃん。お前俺で遊んでないか。ないない、そんなことないよ。楽しい。今本音が出てたぞ。いいからいいから、黙って私からの2年分プラス現在分の愛情を受け取ること。これからはずっと一緒だよね、お兄ちゃん。